どうもリバーサイドに今佇んでおります WC 慎介です。スーツのオーダーメイドが作れるということでディーバーシルクさんに行きたいと思います。なんと青材も作ったりできる、あと他にもなんか帽子とかもできるって聞きました。なんでも揃うみたいなんで行ってきます。ディーバーシルクはルネッサンスリバーサイドホテルを入って右奥にあります。バカね、マウドマウド、レバーでちゃう、バカね、ポケットのディーバー、あー派手じゃないよ、ちょっと派手じゃない、もうちょっと派手な方が、色が派手な方がいい、こういうのない、こっち一番下は一番下、あ、これね、田舎の一番下はちょっと優しそうな感じ、優しそうね、あ、でもこれでもいいけど、これちょっと派手じゃない、ドクロクシー感じがしそうだけど、どっちがいい、じゃあこっち、こういうシャツも作れる、作れるし、まあ全部シルクよ、めちゃめちゃ気持ちいいよ、はい、ということで採寸終わりました。出来上がりを待とうと思います。と、はい、完成したようです。1週間経ちました。完成したという電話があったのでちょっと今から取りに行ってみたいと思います。完成しましたんで試着します。楽しみ。っていう生地です。シルクとウール。シルクとウール。あ、シルク入って、これシルクのスーツを着ることになると思うね。いいね、引き締まるね。ね、こういうの着てね、ちょっといいレストランとか行ったら気分高くなるよね。うん、完璧。あー、あれ出たい、BG。何 BG？ボディーガード木村拓哉さん、あ、今やっとるやつね、今のドラマね、視聴率結構いい、じゃあ皆さんもこのバッグ買いに来てください。なんでやね、おいおい、いや、ええけど、なんでやでもないやろ。